どうも、こんばんちは、エキシトです。熱演続きやっていきたいと思いまーす。あ、物が少なくなってるね。アイテムが書いてったよね、村さんね。ていうか、今思い出したけど、なんかさ、前の手紙にさ、3回ノックうんみたいな紙あったよね。ずっと先に使うみたいな。あれで、ね 何のやつだったんだろうこれから先使うのかなうのさんの部屋。飲みかけのペットボトル。その、どうですか彼の話を聞いて。って。 俺が言うのもおせっかいでしょうかね。ただ、その、元気だったらいいなって。私は、まあ,あ、いいんですよ。そんな無理しないでも。俺も、なんだか頭が混乱しているみたいで。混乱そうですね。私もきっとそんなところです。嬉しいのか悲しいのか、安心したのか不安なのか。 どう反応するのが一番正しいのかすらも何もかもわからなくてわからないって気持ちだけでいろいろありましたもんね本当にいろいろ俺たちがあの公園で会ってからまだ一週間しか経っていないのになんだか不思議ですねそうですねなんだかもっと長く一緒にいたような気がしますその はい。私、うのさんに伝えたいことがあるんです。えああ、はい。大丈夫ですよ。何でも。この、私、エミリーの友達なんです。な、なにこれ。私、エミリーの友達なんです。エミリーとは高校時代から仲良くしていて。でも、でも、エミリーは、そう。 ですよね。彼女は、もう。えもしかして、これも、ヤコウさんから聞いていましたかいえ、その、何と言えばいいか。アコさんに暗示をかけたとき、全部話してもらったんです。一連の出来事のすべてを、一つ一つゆっくりと。エミリーちゃんのことも。 ポスターを見た時の反応で、あれとは思っていたんですけど、お友達だったんですね。すいません。どうにも出しにくくて。エミリーは、その、たった一人の大事な友達だったんです。どこへ行くのもいつも一緒で。私がちゃんとしていれば、きっと、エミリーも助けられたのに。もう、仕方のないことです。 それに、一人でも無事に助かったなら、よかった。どうして、悲しんだり辛そうにしていても、生きたアコさんがいて、よかった。宇野さん、今更ですけど、優しいんですね。あ、動ける。どうされました の私、宇野さんのことが好きです <laughs>。なんだ急に洗濯が増えたぞ。これはなんか意味あるのかなその、こんな時にふざけてるって思われるかもしれないですけど、でも本気で私言ってしまいたくて、大丈夫ですよ。何がありましたです。え好きです。私、宇野さんのことが好きです。ずっとずっとそばにいてほしいんです。 え、その、それは、えっと、好きっていうのは、その、好きってことですか。まあ、いや、そうじゃなくて、それは、つまり、ずっと前から素敵だなって思ってて、よかったら、宇野さんの隣に居続けたいなって、ご迷惑でしょうか。え、いや、俺は、 すいません。あまりにもびっくりしたい,いえ、こちらこそ。なんだか、今日で一番驚いたかもしれないな。ごめんなさい。ありがとう。驚いたけど、すごく嬉しかった。俺も、アコさんのことは可愛いいなって思ってたから。ただ、やっぱり俺、今もエミリちゃんが好きなんです。 もう彼女はいないって分かってはいるんですけど今はまだ恋愛って感じじゃなくてそうですよねすみませんああ売られちゃったそっかびっくりされてごめんなさいでもこれですっきりしました ありがとうございます。い,いえ。タメ口のアコさんは、初めて見た気がします。そっちの方が好きですか <laughs> どうでしょうね。きっと、今は心が不安定なはずです。仮に、俺がアコさんに対してそういう気持ちがあったとしても、いや、だとしたらなおさら、不安定につけ込みたくないんです。 この先どうなるにしろ。俺はアコさんのそばにいますから。ありがとう。いや、男だな、お前マジで。なんでもないです。うん、なんでもないです。そうですかならいいんですけど。困ったことがあったら、一切も頼ってくださいね。うん、ありがとう。見た目に反してめちゃくちゃ男らしいなよ。まあ、わかるね。 自分の好きだった人が死んじゃってでもすぐにねその人のことを亡くなった人のことを忘れて次の恋にす,すぐに進むっていうのはやっぱり難しいんだ,だと思うでもそんなすぐにね諦めなくていいと思うんだけどなやっぱりちょっとね早すぎたんだ 思うあれかな子さん、お化粧がもうよく頑張った。ここからどこかへ出かけたりするんですかええ、ちょっとね。えー、非表意者のリハビリ施設に行かなくちゃいけないの。表意私、この前ね、悪霊の表意を受けてしまって、その影響を完全に払い取らなきゃいけないの。そうなんですかうん、憑依ってね、残るのよ。 憑依霊自体が消えてもね、その時の反逆が残留しちゃって。変な話だけど、憑依って、ある種の光悦感を伴うのね。憑、え、依、ー、に抵抗されないように、霊が脳をいじるからなんだけど。一度身も心も支配されると、それが癖になってしまうのよ。こちゃんのように自力でそれを払わない限りはね。えっと、ほんと情けない話だけど、今の私は好きだらけなの。 雑令からの干渉にさえ、不死してしまうかもしれない。こんなんじゃ、払い師としてのお仕事なんてできないでしょ。だから、そのためにリアビリをしなくちゃいけないの。かなこさん、2、3ヶ月もすれば、ほとんど回復できるかな。長いんだな。回復できたらいいな。大丈夫だ。本当はね、さっきからずっと頭がふわふわしているの。やこうさんには言えてないけど、これも後遺症なのかな。恐ろしいね。ああ、君か。 私は悪かったね。一緒に話しすぎてしまった。しかし、君の顔も少し明るくなったようだな。安心したよ。宇野くんのおかげかな。そうかもしれません。仲間がいると強くなれるのは、例に対しても同様だ。信頼できる者がいるから、その絆を大切にするといい。はい。その、ヤコさん。んどうした質問があるんですけど。ああ、これ気になってたね。 あの、チクラさんってどなたなんでしょうああ、チクラか。それも私の部下だよ。優秀な払いしてね、音密行動を得意としている。あとは、霊薬の調合や応急手術などもできたかな。生き残るということに関して、彼女より長けた人はそういないよ。それを見込んで、今はキャラヤ村の調査を頼んでいる。キャラヤ村できるだけ多くの情報を掴んでおきたいところだからね。 気かりな部分もあるからそこもクリアしておきたいんだ。ともあれ、信頼の受ける人だよ。そのうち会うこともあるだろう。うん。この家ってヤコさんのご自作なんですよね。まあ,あ、各の仕事で大がかりなものがあってね。その際、クライアントが購入してくれた家なんだ。今後も役立つだろうということで、私のものにされてもらったよ。す、すごい。 維持費ばかりがかかるからどうしようかと思っていたがやはり役に立ったらここからは君が役立ててくれあのお風呂に入りたいんですけどああかまわないよ裏場は1階にあるここは今日から君たちの家だ好きなように使ってくれありがとうございます大丈夫かな風呂場入る うん、汗流そう。お、サービスショット。うん。私、なんだかよくわかんなくなっちゃった。気持ちの整理は、うん。多分、もうできていなくもない。何もかも、現実のことなんだって。 頭のどこかで理解はできている。うん、そうだよね。そこ,こは分かってるんだ。立ち止まったり、振り返りたくても、それは許されないんだろうって。何かの形で、ここからも生きていかなきゃいけないって。でもだからといって、私はこれからどうすればいいの何かの形で生きていく何かって何、何そうだ。今までのことを受け止められないんじゃない。それよりも、未来がわからないんだ。私、何をすればいいの まだ現れるあの人は聞けない気になるね。そうだ、あの女の人は誰だろう。初めて見たとき、そう、ずっと前に見たとき、あの空き家で写真を見たときから思ってた。なんだかすごく懐かしいって。あの人は私の、私の。そうだとしたら、このままで本当にいいのかな例も呪いも全て忘れて、 忘れたふりをするだけでわかんないよあの女の人は私に何を伝えたいんだろう宇野さんに告白したのは意味があるのかな <laughs> 気になるっちゃ気になるんだけど顔でも良くなったかなおっ 俺だったら、あの、あのあの時点で、アこちゃん触れないかもしれない <laughs>。受け入れちゃうかもしれない、俺だったら。なんか、アこちゃんの気持ちを考えたら、散々ひどい目にあったのに。ここで振ったら、なんか、もう、ちょっと余計傷つくんじゃねえかって。すいません、やこさん。君はおとなしくしているといい。こちらで、確認しないとな。アこちゃん、可愛いしな。どういうことだ。いや、しかしこれは。 ヤコウさん、花子さんも何があったんだろう大丈夫。ああ、君も起きていたか身の回りには何もないかえ、ああ、はい。そうか、それならただの気にしすぎかヤコウさんいや、こっちの話だ。そうだ、君に一つ頼みたい。えー、チクラの部屋に専用の霊薬があるんだ。鍵を渡すか、それを取ってきてくれないかわかりました。助かるよ。よろしく頼む。 あ,あ、アコちゃん、かなこさん、顔色が、えー、少し体調が悪くなってしまってまだ氷意の後遺症が時々出てきてしまうみたい、はあはあ、大丈夫だから私ちゃんと耐えるからかなこさん大丈夫か上だったっけ宇野さんはいるのあいるね。 のさんらしいなさっき向こうで大きな音がしたんですけど何かあったんでしょうかねおう言わないんだ体調悪いみたいですみたいなここじゃねえやあの人の部はどこだったっけあれ下あここか 薬だいぶ古いものみたい触らないようにしておこうどこにあるどんな人なんだろう鏡おああいるじゃん気づかなかったえね,ねえあなたはなのごめんなさい私はさ、え私は ここがキャラヤ村。生きて帰らなきゃ。私とあの子のためにも。お操作セーいポイントがあるよ。村はこの小道を北に出ればすぐ道なのよね。この辺りで待ってろって話だったと思うけど。よし、行こう。もたもたしたらいられないよね。お操作か。この先、キャラヤ村。 戻れんのこれ。だメ、今更後戻りはできない。ヘラヤ村に行かなくちゃ。こっち側なんかあんのないんだ。脇道っぽかったけどこの人は、見れないんだ。 がいるね、ふううやっと開けてきた。にしても暗いな。まだ昼間なのにうそとして。漂っている霊気もどことなく不穏な気アを帯びているし。ん誰かいる。ヘラ村の人なのかなあの、誰誰だオワコの村人。こいつ見ない顔だ。よさものね。 よそ者だ。よそ者だ。俺、生贄だ。おい、よそ者だちょっと待って。私はこの村に用があって。春山貴彦さんって人から、ほら、招待状ももらっているんです。ねえ、何か言ってるわ。どうせ野蛮な外界の人間だ。我々を騙そうとしているのだろう。生贄、行く。どうしたほら、女の、あの女。若い女が、ちょうどいい。奴をただ、ただ種様の孤独へ奉納すれば。ええ、そうね。 これで今月の生贄が揃う。<laughs> 生贄、捧げる。ただただ様下がう。<laughs> おいおい、もう話聞かねえな、お前ら。なんだか、どうにも物騒なことになってきたみたい。どうしたらいいんだろう。あの女、揺るしたな。何か持っているかもしれないぞ。そうね。まずは、武器を持った男たちを呼んで。待ちなさい。この方は大切なお客様だ。え あの方の言葉は本当だ。私がこの村へお招きしたんだ。以降、彼女に手を出すことは許さない。高彦様わかったか。かしこまりましたよ。ようこそおいでくださいました。村人一度、あなた様も心より歓迎いたします。先ほどはとんだご無礼をいたしまして、その、えー、っと、お前らへ人の話を聞くことを覚えろ。 お困りのことがありましたらなんないとお申し付けよう。いいから、君たちは持ち場に戻っていることだ。これから、お客様のことは誰にも口外してはならないよ。記憶を消去する必要があるから、夕方、私の屋敷に来なさい。あ、そんなことも、ね、来ちゃうわけだ。ふう 無駄な者が失礼しました。私は、有山孝彦と申します。ようこそ、おいでくださいました。あなたは、倉木優子様で、間違いありませんかはい、倉木優子と申します。おかげさまで助かりましたわ。どうぞ、よろしくお願いします、有山孝彦様。堅苦しいのは抜きにしましょう。気軽に、高彦と呼んでください。ありがとうございます、隆彦さん。 では、私もユウコで。承知しました、ユウコさん。お会いできて光栄です。いえ、こちらこそ。よろしければお荷物をここに。あなたはああ、すみません。申し遅れました。私は、あずさと申します。子供たちの教育係をしています。あ,あお母さん役だった人ね。あずささん名字はあ。ありません。え名字はないんです。 ない子供を産めない体ですので、バスとして、その、やめておきなさい。いきなり言っても伝わらないよ。す、すみません。村のおひがどう言おうとも、君は私の同志で肩を打てた。いずれは春山あずさと名乗る日が来るんだあ。あ、はい、高彦様。お気になさらないでください。この村には、 おかしな風習やしきたりが残っているんです。外の方々からしてみれば、なおさら異常なことでしょう。そう。異常なのです。孫はうことなき悪臭なのです。灯台で完全に排泄されるべき悪臭です。さあ、我が屋敷に参りましょう。旅のお疲れを癒さなくては。多さかながら、おもてなしの用意をしております。 ザヒともん誰だいえどうしたお作。いえいね、ちょっくら見物に来たもので。何やら騒がしいですな。お前を呼んだ覚えはないぞ。まあまあ、えほら、お写真でもどうです おとつい,い捕まえたいよそ者が最新のカメラを持っていまして。せっかくだし、記念写真でも。これ、あずさちゃんも。高彦様との写真、欲しいだろ <laughs> と、撮るんですかええー、撮りますとも。高彦様はご存知でしょうね。こうなった私は引かないって。仕方ないな。申し訳ありません、ゆうこさん。お付き合い願えるでしょうか。あ、はあ これであの写真か。さあ、参りますよ。親父…なんであんなに太っちゃったんだは <laughs> わ、すごい。あ、あの、私、1枚もらってもいいですかご心配なく、皆さんに1枚ずつ渡しますんで。私もついでにもらっておきましょうかね。 ご機量のいい娘さんがといつでも眺められますし、その辺にしておけ、ご作。え恩紙製造計画ええ。それが我々の掲げる。 大使です。恩神って、それは、恩神か、遠心か。って感じおぞましい地面に、驚かれてしまったかもしれません。しかし、これは我々を解放するための計画なのです。キャラヤ村の民衆を、えー、なんとかから解放するため。読めんよ、これ。手がらず。<laughs> 何だった、読みこれ。確か、この地の守り神では よくお調べになりましたね。確かに、あなたのおっしゃる通りだ。いや、おっしゃる通りだったと言い直すべきなのでしょうかね。我々の先祖は古くから孤独の術に手を染めてきました。時の権力者からの要請で、性的の暗殺や無力化を行うために、 必然、孤独に使われた幾多の命や、術に殺された者たちの恨みが生じる。それを処理できるうちは良かった。災いはあれど、長続きはしません。しかし、時の流れとともに、孤独の怨念は少しずつ蓄積する。そう。少しずつ。けれども。 着実に。そして、我が相続の代に、その質量は一線を越えてしまった。我が村の全勢力をもってしても、対処不能な規模になってしまった。するとどうなるか、お分かりですかそれは、そう、お察しの通りです。もはや神として、祭り上げるほかないのですよ。 これが、その神。ええ。伝説上の架空の存在ではなく、実在するのを指すならば、我々は古より咲る女神の名を、孤独の怨念に関し、あがめ立てまつった。すなわち、キャラヤ村は、孤独を扱いながら、そこから生まれた怨念に屈した。今もそうです。 えー、うん、祟り神、命ずるまま生贄を集めている。その生贄で孤独を行い、凝縮された怨念を捧げている。祟り神の有する力を、さらに強大なものとしながら、創作の代から、えー、代から、有山家当主は祟り神の操り人形です。当主の座についた瞬間、用意され、 以後は意のままには操られる。今は、私の父がそれです。父はもはや人間ではない。孤独を命じ、繰り返す装置です。父が死ねば、私がそうなる。そうなる前に、そうなる前に、我々が立たねばなりません。うん、この神を凌ぐ呪いで、 ただで撃ちゃわねばならない。そのための、え恩、ー、神、延伸まあ、そういうね、神な、神らしい。えー、それを製造するには、ユウコさん、あなたの力が必要なのです。あなたのような強い力を持つ術師が必要なのです。そう言われましても、私は何をすればいいのでしょうか。正直、規模が大きすぎて、 私に何かできるとはとても。それでは、明日お教えしましょう。多少、あなたの倫理観に背く内容となるかもしれません。しかし、それがカレア村です。相応の覚悟でお越し願いたい。ご協力いただければ、報酬の提供をお約束します。 成功、失敗にかかわらず、我々の礼薬をお渡ししましょう。礼薬を使えば、娘さんを襲う呪いも制御できるに違いありません。わかりました。繰り返しますが、覚悟を持った上でお越しください。私の、我々の最重要気持ちに触れるのですから。 よろしくお願いしますそらくどうした何か用かへへ <laughs> いえいやいや何かしらいえいね。私はもう作ったんでお薬を。 エモティブ雑なもんで、見物に来たという次第でね。あなたが霊薬、礼役をへへ、多様で。私以上に優秀な役者はおりませんよ。ねえ、高彦様。下がっておきなさい。もちろんですとも、そうしますとも。へへ。 なんともまあ信用できなそうなおじ、おやじだな。誤作。何今の映像。高彦あずさって名前が出てきたけど、あれはお父さんとお母さんなの。あでも、お父さんとお母さんは。うん。だめ、頭がこんがらがってきた。とりあえず、千倉さんのお薬探さなきゃ。これこれだよね。 英訳。英訳。見た目はちょっとだけ大きな錠剤って感じだな。あの女の人が欲しがってたのもこういう薬だったのかな。こんなところに石結界の部屋みたいだな。何かを祀ってるというわけでもないよね。キクラさんは何の目的でこんな部屋にしているんだろう。うんだわ。い。 いや、どうしてあ、でも顔が違う。あれ襲ってこない。<noise> 兄さん、あなたは私の計画にもやはり反対のお立場ですか 兄さん。これしかないのですよ。我々が未来をつかむためには。こちらです、どうぞ。ええー、ありがとう。あの子は、必要に俺を追ってきた女の人だね。お連れしました。ああ、ご苦労だったね。優子さんと話がしたい。 君は下がっていてくれるかなはい。よくおいでくださいました。決心はなされましたかはい。よろしい。だわ。お見せしましょう。我々の希望を。こちらにいらしてください。 この子は、そう、これです。これこそ、我々の成果であり、奴に対する武器です。この人は、その、人ではないのですよ。厳密には、ね。我々が製造した人造生物、とでも言える存在でしょうか。ほら、お客様にご挨拶なさい。うん。 こんにちは、お客様、私、ひなって言います。ひな、この子はあなたのお名前はえ、あ、わ私は倉木優子って言います。優子優子ねええ。その、高彦さん、どう見てもこの子は人間に見えますかそれも無理のないことです。人間の遺伝子をベースにしていますからね。 各地から優秀な呪術師を集め、選別したのち、会合を重ねました。優子さん、あなたは実に運がいい。ひ田の完成前に村を訪れていたら、大行人されていたことでしょう。それってあ、まあ、素晴らしい。毎日見るたびに惚れ惚れします。これほどのものが、私の水槽の中から生まれたのです。 実に美しいでしょうあなたは、私の最高傑作ですよ。皆は、お雛様と呼んでいます。まだ驚くのは早いですよ。彼女の力をお見せしましょう。うん、そうですね。例えば、 ここに小石が落ちています。どこにでもあるようなただの石黒にすぎませんが。いいな、こっちへ来なさい。うん。この石を逃げてこらん。石何これほら、ぎゅっとするんだ。うん。 これはあの宝玉そんなこれでいい高彦ああ上出来だあなたならお分かりでしょうこれがどれほどのものなのかただの石が彼女に触れるだけで一級品のジグとなるのです 彼女のうちには途方もない規模の威力が渦巻いているのですよ。これなら勝てる。たたり神に。打ち勝てる。我々の勝利です。失礼。少々熱が入りすぎましたね。しかし、彼女をうまく使えば、彼女をどうするのですか神になってもらうのですよ。 うん。製造計画。これね、今調べたら、怒りが見とも読めるみたいなんだよね。どうなんだろう。昨日もお伝えしたでしょ彼女は白紙の心を持っています。自我というものもありません。我々で全てを書き込むのです。まずは、私やあずさの手で、繰り返し暗示を与えましょう。そして、 やつに対する敵対心を定着された後最大限の苦痛とともに殺し怨霊化させるのです普通の記憶から来る恨みもたたり神へと向かわせるのですよそして彼女を孤独にかけさらなる強化を行います孤独の媒体とする怨霊も相当の数が集まりましたからね怨霊どももヒなの量となり 糧となりけ、その力を増加させることでしょう。これを繰り返し、繰り返して、いずれは神に至るのです。彼女は、えー、まあ、怒り神というのか、怒り神として、あなたに生まれ変わるのです。ゆうこさん、あなたには最後のたためをお願いしたく思います。幽体に言えば、叱るべき時に、 ヒナを殺めていただきたい。な、彼女はね、強い力で攻撃しないと、立ちどに回復します。我々の力では、痛めつける止まりで殺すことができないのですよ。あなたのような強い術師にこそ、乙女の役をお任せできるのです。ちょ、ちょ、ちょっとま、待ってよ。この子を殺せってう言うのエルコさん、昨晩申し上げたはずです。 あなたの倫理観に背く内容になるかもしれないと。悪悟を持って、ここにいらしていただきたいと。そそうですけど、でもそんなこちらとしても、あなたの勢いを心に入りはします。おふるい、寸前までは我々でひなを痛みつけましょう。あなたは、最後の最後だけ、ほんの一押しをお願いします。いかがでしょうか。よ、冗談じゃない。私はそんなことを。 我々の案じて、あなたの意識を夢見す状態にもできます。そうすれば、あなたは苦しみを感じずにことを行える。これではいかがです。冗談じゃないわ。そんなことは問題じゃないの。この子は、そんな目に合わせずに何とかすることはできないの。あなたが親なんでしょあなたの都合で生み出して、それを、あなたの都合で殺すの。ゆうこさん。我々も、 単なる悪趣味で計画を進めているわけではないこの計画には多くのものがかかっていますキャラヤムラのためなのです我々も必死なのですよ手段を選んではおられませんあなたがお断りになるのならやむを得ません尊重しましょう否をほふる役目は他に方にお願いされていただきますしかし ことが済むまでは、村内に監禁されていただきます。秘密は、守らねばいけませんので。あなたは、どちらにせよ同じことです。ひなの命運は変わらない。彼女はそのために、製造されたのですから。まあ、ナ。な。うん君は知るのが怖いかい痛いのが怖いかいえうん。 よくわかんない。でも私、高彦好き。あずさもゆう子も好き。そうか。ありがとう。君の命で、高彦もあずさも幸せな未来をつかめるんだが、私たちのために死ぬことはできるかいうん、いいよ。よくわからないけど、どうしたら嬉しいああ、嬉しいよ。なら私もそれがいい。と、こんな調子ですよ。彼女はこういう存在なのです。 彼女には、己が運命を嘆く思考も、我々を恨む感性も持ちません。プログラムされた指示にのみ従う機会と同じです。いずれ吸い込まれる暗示の内容を従順に実行するだけの存在です。彼女を作った理由、あなたにはお分かりですか霊力が強いからでしょうそのような理由は、2番目以降に挙げるべきものです。 後に遺恨を残さないためですよ。遺恨じゃねえか人間を怒り神に立て上げれば必ず恨みが残ります。我々には豊かな表情がある。普通や不幸を感じ取る能力がある。非道な儀式と儀式儀え犠牲となれば恨みと呪いを持って報いようとする。かつての犠牲者の怨念が えー、やつとなったように。嫁め。<laughs> だからこそ、彼女なのです。人を恨むという観念は、そもそも持たない存在ならば、どのような儀式に旗けられようと、子孫たちに災いを残すことがない。最も綺麗な方法で、たたり神を打つことができる。そのために、犠牲が必要なのです。おひ様に。私はこのあたりにしましょう。 もう一晩、お考えになってください。その時、あなたの意思が変わっていることを願います。兄さんはどう思ってるのわからなくはない、わからなくはないんだけど。ねえ、ひなちゃん、あなた本当にそれでいいの いや、いいって言ったのは聞いたけど、でもあんなことは、私にはとても、有効私、どうしたらいいのかな随分とうちの村にそぐわない姉ちゃんが来たな。誰見ての通り囚人だよ。元は飼育係だった。人間の飼育係な。一応、英二郎って呼んだが、覚えなくても構いやしてない。英二郎ね。 あんたは倉木優子だったか。優子ちゃんだな。高彦様は何よりも自分に厳しいお方だ。必死だと言っていたが、その通りなんだよ、優子ちゃん。己が次の当主となり、父のように、はりのくぐすとなり果てること。これだよ。あの方が真に意棄することは。自分は誰にも操られたくない。何としてもその未来を回避したい。 ラッシアはどれだけ犠牲にしても、語り紙の区物などになりたくない。ま、大体こんなところか。それが別段、罪だとは思わない、人間として当たり前の反応だ。誰だって、あんただって、抱きうる感情なんじゃないかそう私は考えるかね。あの方は違う意見を持つらしい。困った人だよな。確かに、彼の気持ちはわかる。 でもそれは、一時の気の迷いにとどめるべき気持ちじゃない。そうだ、高彦さんも、きっと今のあんたと同じことを考えた。考えた上でも、やはり、不とになる未来は避けたかった。実際の危機がさしてまったら、人は獣に戻ることもあるのだろう。だからこそ、恐怖によって両目を探しかないのだろうな。己の本心を認識してしまう、よく見える目をすっぽりとね。あの方のことを、 人だだと思っただろうええ、もちろん。あの方は狂気の武装だ。うちなる善意に潰されないためのな。そうして盲目になるからこそ、もう一つの矛盾にも気づかない。そこの可愛い大きなたは、誰も恨むことができないという。他者を恨むリス関西がそもそも存在しないという。そんな子に暗示をかけたところで、誰かを呪うようになると思うか あるいは暗示で万が一にも奴を恨めるのなら、自分を痛めつけた村の連中を全く恨まないと思うかあの方はそこに気づいていない。あなた、あなたは誰のそばについているのさ、わからないね。そばなんてものが村にあるのかも。私は、えー、ただただでいいんだっけこれ。対立した結果、この牢に入れられてしまったが、 たったねだっけだからといって、高彦様の計画にも賛同しているわけではない。どちらも不愚だ。たたり神か、狂気かのな。いずれ、この村を戦場にして、二つの不愚がぶつかるだろう。どちらが勝利しようとも。結局は、同じ、えー、ことかもしれないな。明るい未来は期待できない。あなた何者なの囚人としか言えないな。高彦様からは、 兄と呼ばれているが。お兄さんなの父親が同じというだけさ。そんな奴、村にはごまんといる。長彦様だけはそのことを知らされていないようだがね。私のことはいい。ゆうこちゃんはどうしたいんだこんな村嫌だろう。早く帰ってしまいたいだろう。なら、最も短絡的な手段こそが、この場合は正当かもしれないな。私はだ止めはしない。 誰の味方になるつもりもない。が、場合によってはあんたの味方になるかもな。それは、私は高彦様から一定の信頼を受けていてね。大きな玉の牢を開ける鍵はここに預けられているんだ。 また映像がこれは一体何を伝えたいの私わからないよ長い映像だったな <laughs> セーブしようか、まあんいたなはいというわけでじゃあ今回はいただくので終わりにしたいと思います是非ともねチャンネル登録をご覧してくれたらねあげみになりますのでよろしくお願いいたしますというわけで次回もよかったらまた見に来てくれると嬉しいですそれでは